はい、こんにちは、オーキッドの部屋へようこそ。でね、今回はここちょっと分かりづらいんですけど、キッチンからお送りしたいと思います。では早速取り掛かりたいと思います。というわけでね、今回こちらドールさんのスイーティオじっくり育成高知栽培、甘さぎっしり、名称バナナ、原産国フィリピンのバナナを使ってバナナジュースを使いたいと思います。こちら一応材料となっておりますバナナと、こちら明治さんの美味しい牛乳、新鮮を絞る自然の喜びを使っていきたいと思います。まああと塩と砂糖などちょっとずつ使っていきたいと思います。というわけでこちらのミキサーにもすでに牛乳が入っており、今からこの牛乳だけを少しミキサーかけます。でね、このミキサーをかけることによって中の牛乳が少し泡立って空気などが入り、まあいい感じになると思います。でね、早速こちらのバナナを剥いて、これ新鮮なんでね、硬いです皮が。はい、いい感じに剥けました。でね、これを、僕はちょっと濃い方が好きなんで、これをバナナを1本2本入れたいと思います。というわけでこちらのミキサーにはバナナ2本と今牛乳が入っております。それでは1回混ぜたいと思います。まあ混ざったんじゃないですか、いい感じに。それでね、隠し味にこちらの砂糖、僕甘い方が好きなんでこれを大さじ1杯入れます。大さじ1杯入れた後は隠し味に塩と塩を、まあ、少し入れます。それで飲みやすいようにあらかじめにもう氷を入れておきます。で1本、はい、2本3本4本、はい、5本全部入りました。でね、はい、ミキサーかけます。止まっちゃった。よいしょ。でね、さっき混ぜたミキサーに早速取り分けたいと思います。ここに出てきます。こちらに、あ、いっぱいありました。で、これ早速試食したいと思います。うん、美味しい。やっぱりね、これもう得意なんです、本当にミキサーでこれすんの。でね、みんな簡単なんでやってくれたら嬉しいです。というわけで今回バナナジュースを作りました。でね、材料などは皆さんのお好みで構いません。では早速採点を行いたいと思います。80点。なぜ80点かと言いますと、もうとっても美味しいんですよこれ。だから皆さんもぜひお試しください。ではありがとうございました。今回も動画を見ていただいてありがとうございました。並びにコメントや高評価、チャンネル登録などお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。